森はやっぱりこう時間が長いものなんで、自然科学的なこう森の生態学の話だけじゃなくて、歴史とか社会の話から見てみると、あの見え方が変わってくるんですよね。原始林っていうのは森林科学を教えるところに設置することが義務付けられている施設になります。岩手大学で1300ヘクタールの広さを持っています。赤松という木は何もない日当たりのいいところにこう勝手に生えてくる木なんですね。江戸時代に種が飛んできて生えたんですね。でそれを南部藩が囲って大事にしてたんですが、まあ、それを引き継いだ盛岡高等農林学校、岩手大学農学の前身の時点で、あの太さまで育てるのがまあ当初からの目的だったと言っていてます。天然に生えてきたものではあるんだけれども、その後岩手大学がこう手を加えながら、まあ、大体180年目までですね、育ててきて、まあ、今伐採しているということになります。私自身がもともとはその演習林の管理の責任者ですから、まあ、林業作業会社の課長さんみたいな仕事を一緒してるわけですね。このどうやって森を手入れするんだっていうことを考えます。もう一方で大学に降りてきてやっている授業は環境社会学ですとか、あるいは森林政策学といったような、まあ、森林と人間の関係を、まあ、経済学やあるいは社会学を用いて考えるということをやっています。平たく言えばその人間側が自然とどう向き合っていくのか、あるいはそこに、どんな問題が今生じているのかといったような研究をしています。岩手大学には演習林が2つあります。岩手県の陸域の自然を考えるときには奥羽山系と北上山地というのが大きく分かれます。これはあの歴史だとか降水量だとかによってあの植生とかがかなり違うんですね。滝沢演習林は北上山地に属しています。でもう一つの奥羽山系側に明神演習林というものがあります。ですから岩手大学で森林を学ぼうとすると、まあ、北東北の陸域の自然を考える上の2つの自然を両方とも一度に見ることができる。でしかも日帰りで見ることができる。大変あの優れた教育環境が揃っているなと。ですからそれ自体をまあ管理して、まあ、かつてあった特徴もですね、維持しながら皆さんに見ていただくようにするのが、まあ、私どもの演習林という組織ということになります。